アルフレド・オッタビアーニは、イタリア出身のローマカトリック教会の数奇教。1959年から1968年にかけて、ローマ教皇庁の政務省消費書官として使え、それが教理省に再編されてからはその長官代理を1968年に1月まで務めた。オッタビアーニは、当時の教会の主要人物であり、 第2バチカン公会議では有数の保守派の発言者であった。オッタビアーニはローマで生まれ、父はパニアであった。トラステベーレのキリストの兄弟学校、そして教皇調律ローマ神学校と教皇調律ローマンアテナウムアポリネアで学び、哲学、神学、教会法の3つの博士号を取得した。 1916年3月18日に司祭に除海された。1953年1月12日、教皇ピオ12世によって彼は、教皇庁政務省省の秘書官と、除祭数期教に任命された。1959年11月7日、彼は政務省省の秘書官として、バチカンの主要な競技場の保護者に指名された。 1962年4月5日には、ベロヤの名義大司教に任命されて、同年4月19日に、教皇ヨハネ23世により、司教除回を受けた。彼は、第2バチカン公会議の間の教皇庁における、保守派のリーダーで、精霊修道会のマルセルル・フェーブル大司教らと、働いた。会議の予備のセッションの終わりの間、オッタビアーニは、 宗教の自由というテーマについて、オーギュスタン・ビー・スー・キ教と白熱した議論を戦わせた。オッタビアーニは、政教分離とすべての宗教に、平等の権利を与えることに反対する一方で、可能な時は、ヒカトリックの宗教の公の場での表明を抑制するという宗教的寛容を指示した。彼らの対立は激化し、アーネストルフィにスー・キ教が介入しなければ、 ならなかったほどであった。そして、そのような、重大な議論に対する彼の失望を指摘した。オッタビアーニはまた、天礼についての議論と目視録の、出典についての議論で、それらが聖書と聖伝によって理解されると主張した。ドイツのヨゼフ・フリングス数機教により、彼の早急な会議のための運動は、反対された。フリングスは、当時司祭であり後に、 教理省長官と教皇ベネディクト16世となるヨゼフ・ラッツィンガーの助言を受けていた。オッタビアーニは、ジョバンに、バティスタ・モンティーニが教皇パウロ6世として選出された1963年のコンクラーベに参加した数奇教の一人であった。彼はコンクラーベの間、主席女裁数奇教でもあった。そして、 6月30日に彼は選挙結果を発表し、モンティーニに強行官を授ける名誉に預かった。1965年に政務省省が協理省に再編、解消されると、オッタビアーニは長官代理に指名された。彼は1967年6月26日に司祭数期協に昇進し、1968年1月6日に長官代理を辞任した。 1969年9月25日、オッタビアーニスーキ教とアントニオバッチスーキ教は、新しいミサと、新しいローマミサ天霊書の創則を批判した、ルフェーブル大司教の指導による神学者グループの研究を指示し、教皇パウロ6世宛てに手紙を書いた。なお、ミサ天霊書の改定の2つの部分は、同年の4月3日に交付されたが、 実際に完全に出たのは1970年のことであった。この手紙は新しいミサの批判的研究としてローマ天礼のミサの改定の反対への指示として知られている。SSPX The Role of the p r e s t o r y Society of Street Pius X in the Heart of the Church January 1982 Time Magazine The Cardinal S Setback November 23 1962有点ホワットウェントロングウィズバチカン2 1998バチカン2ボイスオブザチャーチカウンシルレミニセンシーズジャニュアリー22二千七ありがとうございます